どうもー影やです。今日はね、えー、今までの積み重ねが生かされるということについて。お話ししたいと思います。まあ、あのー、どういうんですかね、こう。積み重ね、こういろんなことをやっていくことによって、その、そのことが生かされるっていう意味もあるんですけども。僕の場合はね、その、こうずっと、こう、こう人生をね、こう生きてきた時に、こう。 ある時点でこれが必要やと思ってなんかこう興味を惹かれて例えば買ったものであったりその経験したものがありますよねほんでそういうものがですね後々になってこう役に立つというか、えー、そういうことがあるんですねまあ例えばですね本を買うというなんかこう自分で必要やなと思って何冊かバン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 買ってた本がですねその買った時はね結局結局全く読まないという。 なんかその時はなんか興味惹かれて買ったんでしょうけど読まない、えー、状態ほんで、えー、読まないのにそのまま残していた本っていうのがなさすかっていうか結構あるんですけどもそれがですね、えー、今回ね僕がその怪我、えー、左足首を怪我したことによってですねテーピングをねこう巻いてちょっと固定した方がいいとその人体帯がこう伸びた状態なんでちょ縮,縮むというか縮ます ために固定させてですね、えー、ちょっと、えー、体づくりの訓練とかをするっていうことをした時にそのテーピングのやり方の本を僕は買ってたんですねでそれがこう今になってこう役に立っているとでそれを見て自分がテーピングのやり方をこう分かってそんで分かってというかまあ、そこまで分かってないですけどそれができる状態になったということなんですね。で その積み重ねがというかそういう何て言うんですかねその時はこう必要やと思ってやったものがこうえある時にこう花開くというかねえそういうことになるかなと。でえまあ仕事面で言いますとですね僕はまあまあ,あの体に関係する仕事をしてるんでえ自分でセルフケアをいろいろとこう試している状況なんですね。 で試しながら試しながらまた新しいもんやってみたりとかこうやっていってこ,うこれはいらんかなと思ったら外したりとかいろいろやってるんですけどもそれがですねこう生かされてですねほんでこうお客さんにこうお伝えすることができるようになってる。でお客さんの症状がえ僕に理解できるやつもあるんですね。でそういうものに関してそのこういうことをしたらどうですかっていうことをこう。 お伝えすることによってそのお客さんがですね、えー、それをこうしてくれるとその改善したとか良くなったっていうお話を聞くとですねやっぱりそれは自分がこう積み重ねてきたことによって、えー、お客さんにそういうことをこうお伝えすることができるようになって更にそれでお客さんがこう良くなっているということでそういうことがこう生かされていってるなというふうに感じます。だから うーんその時その時はなんかそこまで必要でなかったり、えー、重要でなかったりするものもあるんですよねあるんですけどもそれがなぜか、えー、どこかで、えー、その点となってやってたものがこうその何か目の前に起きること将来にね目の前に起きることによってこう線となってつながってですね生かされるという状況がこうあるのかなというふうに思いますね。 で僕も結構そのいろんなこう経験というかね、えー、ものをさせていただいてですねその,、えー、その時のこう立場が分かったりとかですねそういうことがこう、えー、回り回ってこう役に立っていることとかありますよねうんそうですね、うん、どういうまあ例えばアルバイトでもですねそのアルバイトをこうまあ学生の時のアルバイトっていうのはそこまで えー、まあまあ役に立たんことはないですけどもそれはこう経験としてあるだけなんですけども、えー、まあ独立してからもねこうアルバイトをしたりしたことによってですね、えー、その職業の人たちのその辛さというかね、えー、気持ちのこう,こうイライラというかモヤモヤしたものっていうものをこう、えー、知ることができてですねでそれをこうしておられるこう、えー、スタッフさん従業員さんを見るとですねあの その時の時まま毎、まあ、回こう思い出すわけではないですけどもまあ、えー、まあこういうことがあってこういう気持ちというかそのなんとこうしんどいところもあることが分かってるそれは表面上はねしんどく見えない感じでその、えー、自分のこう立場をこう優先させてみんなこう対応することが多いんでしょうけども僕はそれを知ってるからがゆえにですね えー、そういう自分目線の対応をしない状態がこう作り出せるようになったんでそれはこう良かったかなと思いますね、えー、だからまあ昔こう宅配をしてたりとかですねそういうレジのねレジ打ちをこうしたりとかね、えー、そういう経験がですねそのやっぱりこうスーパー行ってこうレジのねスタッフさんにはやっぱりその。 優ししく対応したいといとうかやっぱりそういう方がこう働いておられるからこそ僕らがこう安心して買い物ができるというふうになるんでですねえー、やっぱりその辺はこう、うん、結構そのこれは批判ではないですけどもそのお年寄りの方でね僕がレジをしてた時にですね、えー、何かこう、まあ、偉そうに言って 人とかいたんですでそれにまあ乗っかってまた何か言ってくる、えー、4 5 0 5 0ぐらいの40か50か知らんけどおっさんとかもいてですねそういうまあああいうこう老害的なね、えー、人間にはならないようにした方がいいなっていうのもそういうのもこう経験させていただいたなぁとその時はむちゃくちゃ腹立ったんですよね。正直そそそののの人らはまあままああ最低な人間やと思いますよその自分がその 自分はお客さんという立場を利用してですね人を批判するようなね、えー、ことをしてたんでですねそういうねそういう人がいたら僕はこうお客さんでいた時はもうレジの人をかばうというかかなりきつい言葉でその人をこう追い詰めるようなことをするかもしれないですねその自分がこうレジをやってて辛さを知ってるんでですね、うん、特にねお年寄りいうのはこう気づいてないんでね こう言った方がいいかでまあまあそうまあこれを思い出すとねちょっとイライラするんであれですけどもまあまああのー、結局そういういろんなことを経験させてもらうたことがこう生かされる状態になるそれをこううまくこうね生かしていくっていうかねそういうことがこう大切かなというふうに思います。ということで今日はえー、積み重ねがね 引かされるということについてお話しさせていただきましたでは今日もヨッシャでいきましょうどうもありがとうございます